こんにちは、スミヤです。今日は惑星直列についてです。最近ね、私が何年か前にアップした惑星直列のね、動画がかなり再生されているので、びっくりして調べてみたら、今日1月21日は惑星直列の日だというふうなことが分かりました。で、後でね、どういうふうに見えるのかシミュレーションを作りましたので、それをご覧いただきます。惑星直列といってもね、昨日ライブでお見えになった方は、全部ねまっすぐ並ぶわけじゃないんですよねっていう話になって、まあ簡単に言えば、太陽が隠れた後、惑星がねいくつも一度に見られる現象のことを惑星直列というそうです。惑星パレードという呼び方もあるようですけども、この惑星パレードが一番見やすいのが今夜だということなんでしょうね。はい。で、西の空にですね、まず金星が見えてきます。で、その金星のすぐそばに土星が見えています。そして金星土星からちょっと離れたところに海王星が見えているはずなんですけども、望遠鏡などで見ないとちょっと見えないんですけども、今夜はねドブソニアン望遠鏡で海王星も見たいと思いますが、そして天頂近くには木星が見えてるんですね。そして木星からさらに東側に移動すると火星が見えてるんですね。天王星も見えています。ですから金火木土天海のね、6つの惑星が今夜一度に見られるということですね。まあ、大体夕方ね、5時ぐらいになればもうかなり暗いので、金星がよく見えてきますし、天頂に木星も見えていますし、東に火星も見えています。はい。この3つはねかなり明るいので、肉眼でもね簡単に見つかると思います。まあ、特に火星は赤いのでね、他の星とは違ってよく見えるし、2年2ヶ月ぶりに12日に地球に再接近したばかりなので、かなり明るいですね。はい。そして金星はね、宵の明星と言われてるぐらいですから、マイナス4等ぐらいのものすごい明るさですし、それから木星はねマイナス2等級ぐらいですかね。はい。で、火星もねマイナス1等級ぐらいの明るさ。いずれにしてもね、マイナス等級で、全天で一番明るい恒星のシリウスよりもね、この3つは目立ってます。で、土星はね、金星のそばにあるのでね、見つけやすいと思います。まあ、天王星、海王星はね、ちょっとこのドブソニアン望遠鏡とか使わないと見えないので、今夜ね、惑星パレード全部見たいと思います。6つの惑星をね、今夜の星空ライブで見たいと思います。惑星直列ライブをやりますので、ぜひお越しください。お待ちしております。で、実際にね、空のどのあたりに何時頃よく見えるのかというのをシミュレーションを作りましたので、参考にしてみてください。どうぞ。Thank you.
いかがでしたか？惑星がね、こんなにたくさん一度にね、一晩で見られるっていうのは非常に珍しいので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。今、薄曇りですけれども、夜にはね、晴れてくる予報ですので、このドブソニアン望遠鏡で6つの惑星を見たいと思いますので、お待ちしております。それから、シャープキャップ4.1のね、最新バージョン、1月20日バージョンで、またね、惑星ライブスタッキングの機能が追加されて、解像度の高い、シーイングのいい時のね、惑星の映像を自動で撮影するモードが入ったようですね。それから、前からあったのかもしれませんが、ウェーブレットシャープネスで高解像度化する前と後をね、惑星を半分に分けてね、比較することができるようになっているようです。はい。これもね、非常に面白い機能で、先ほど木星のね、見本でやってみたんですけれども、大きな違いがあるので分かりやすかったですね。はい。今夜はこれを初めて使ってみたいと思いますので、それも乞うご期待です。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。えい、えい、えいと。